痛みを感じるのは久しぶりだ。でも参ったぜ。この愉快な感覚もたった数秒しか感じられねえなんてな。また自己修復、怪物みたいなやつ。師匠、次の作戦はありませんか。兄、こうなったらもう使っちゃってよ。あのアンチェインドとかっていう武器、正直私たちも結構頑張ったと思うわよ。ん？何？その中にアンチェインドが？じゃあ何迷ってんだ？今すぐ撃ってみろよ。どうせ自己修復さえしちまえばお前らなんか虫けら同然だからな。それでも食らっとけば少しは楽しませてくれんだろ。お前が想像したミケと人間が共に暮らす楽園っていうのは、死にかけのラプチャー相手でも生き残れないような弱い人間のためにミケが一方的に奉仕する場所なの。へえ、最後の生きる希望さえ自分で捨てちまうってわけ？ああ、もうおかしくなっちまったのか。ま、どっちでもいいや。体の中さえ見れんなら。自滅する気か、愚か者め。今からその献身的な頭に刻み込む。自分自身も救えない奴に他人を救う資格などないということを。これはアンチエンド？マジでこれを俺に撃つなんて、はあ、ふふ、まったく、ほんと情けねえ奴らだな。さっきから何回もその中に入ってるのがアンチエンドだってほざいておきながら、俺がおとなしく当たってやるとでも？埋まったやつは俺が持って帰るぞ。ちょうど俺にも使い道があってな。そうか、それは残念だ。どうしちまったんだ。大事なものを奪われておかしくなっちまったのか。だからこんな普通の弾丸で俺をくすぐってんのか。まあ気持ちはわかるがな。何度もやられっと、俺にも我慢の限界ってもの。ん？あ？なんでなんで自己修復が。今だ、全員一斉射撃。フェザー全機最大火力で展開。盾にもレーザービームがついてるの知らなかったでしょ。今度から覚えといてね。簡単な話だ。お前が持っていた銃の最初の弾丸はアンチェインドではない。そうしてお前を騙すことでニヒリスターをも騙したんだ。このことについては謝ろう。しかし必要なことだった。だて自己修復機能はもうなくなった。ヘレティックを倒すのはここからだ。
ちも一段落したみたいね。私たちも行きましょう。体はボロボロでも銃で攻撃くらいはできるでしょう。はい、私が撃たれた部分を集中して攻撃しちゃいます。うわ、畜生、俺の足元にも及ばぬ虫けらどもが。そろそろ終わらせる時が来たよ。やめろ、やめろって。そしたら俺がお前たちの代わりに殺してやるから、この手で殺してやるからさ。クイーンを。射撃をやめてください。今さら割り込んですみません。でも今はそんなことを言っている場合ではなさそうなので。いや、耳を傾ける必要もない。ただ生き残るための悪あがきに過ぎないだろう。ニヒリスト、血にかけのあなたがどうやってクイーンを殺すというのですか。俺に計画がある。ずっと前から考えてたんだ。イリスにボディについて知ってるか。クイーンの前身であり、地上に残った唯一の未練さ。それさえ見つかればこの手でクイーンを殺してやる。だから早く俺の体からこのクソアンチェインドを取り出せ。うるさい。どうして、どうしてみんなそんなにおしゃべりが好きなの。指揮官、攻撃しましょうか。いや、目の前に見えているのは氷山の一角だ。今の戦力でどうにかできる相手じゃない。察しがいいね。その察しのいい頭をこれからはもっと低く静かに動かすようにして、もし今度また私を起こしたら、その時はその楽園って場所ごと深海に葬るから。